皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、戦争のオカルト話の一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。何かの本で読んだな、食料がなくなったので死んだ戦友の死体を食おうとした瞬間、ナイフを持った右手を左手が押さえたって話。ナイフを持った右手を押さえた左手というのが自分の左手なら、本能的な抑制が働いたのだろうという感じだけど、死んだはずの戦友の死体の左手だったらマジでホラーだな。水木しげるが塗り壁に囲まれた話って有名。それマジ、妖怪の。いやただの壁だったらしい。よくある階段集に載ってた話で、大昔に読んだやつだからうろ覚えだが、戦争末期の南方。所属していた隊が全滅したので、本隊へ報告へ行くため夜を待って人気のないところを選んで、真っ暗な中をほとんど手探りで歩いた。気がつくと目の前に石の壁が立ち塞がっている。あれと思って左へ迂回しようとするとそこにも壁。ではと後ろを向くとまたも壁。戻ろうとすればそこにも壁と、四方を囲まれてしまった。仕方がないのでその場で寝た。しかし、朝起きてみたら何もなかった。という話だったと思う。へえ、俺はこの話知らなかった。なんか栄養失調状態で体力を消耗すると、一時的に視力が失われて視界が真っ白になり、動きが取れなくなる現象があるとか。本人にしてみれば突然に壁に阻まれたと思っちゃうんだってさ。戦地で天使を見たとかはよくあるよね。こないだ読んだ阿川博之の暗い波頭っていう小説に書いてあったけど、船には船玉っていうのが住んでるんだって。で、住んでいる船が沈む直前に抜け出す。トラック諸島高で日本海軍が壊滅的打撃を受けた後、そういえば、夕べ白い着物を着た女が船から出ていくのを見た、と証言する乗組員があちこちの船で続出したそうな。日露戦争の時の話。捕虜になったロシア兵がこんなことを言ったそうだ。黒い軍服の日本兵は弾が当たると倒れたが、その後ろにいる白い軍服の日本兵は何発弾が当たっても倒れなかった。日本軍がキスカ島から撤退するとき、無人のはずの島から万歳三唱が聞こえてきたと。それを聞いた兵士たちは、死んだ戦友たちが見守ってくれているんだと泣いたとか。実際の話、キスカから撤退するときはタイミングよく脳無になったりと幸運続きだったから。今でも死んだ戦友が守ってくれたと信じてる生存者も少なくないとか。何か切ない。何かの本で読んだけど、キスカ撤退の時実はすぐそこまでアメリカ艦隊が接近してたんだってね。でもアメリカ艦隊はレーダーに反応した敵艦隊に砲撃するのに夢中で、寸前のところで日本軍を逃してしまったとか。けど実際にはレーダーに映ってた日本軍の艦隊は存在しなかったんだって。これはアメリカ軍の公式文書にも載ってる話。元軍人の人が、おそらくは北の海特有の不思議な現象でしょう。何もないのにレーダーが反応してしまうことってよくあるんですよ、と語ってた。そして、でも自分としては死んだ戦友が助けてくれたと信じてます。と語ってた。この死んだ戦友に助けられたというパターンは戦場階段の定番だね。ありがちな話なんだけどジーンとくるね。グレムリン。第二次世界大戦中のヨーロッパ戦線で、ドイツ本土へ爆撃に行く米軍パイロットたちの間で噂となった妖怪。飛行機に住み着き、いたずらで飛行機に故障を起こすという。小学館妖怪世界編入門で水木しげるの書いたグレムリンはサタンみたいだった。
昔読んだ人類学者の西丸信也氏の本に書いてあったエピソードだけど、ところどころ自分の中で脚色がなされているけど大筋で。戦争が終わって日本も復興し経済大国になった頃、南方の原住民調査のために、かつての激戦地ニューギニアの山中に入った。そこで原住民と仲良くなって、一緒に生活しているうちに、日没後は彼らが山の中に決して入ろうとしないことに西丸氏は気づいた。なぜ夜は山に入らない、危険な獣がいるのか?との問いに、原住民は、獣はともかく、とにかく夜は気味が悪い。姿は見えないけど、あちこちから意味不明の人の言葉が聞こえる。でも、人の姿はやっぱり見えない。今でも白骨はいっぱいあるから、あれはその白骨の精霊だと思う。夜の山は生きた人が入る場所ではない、との答え。意味不明の言葉とは?と西丸氏が問うたところ、ガヌバレ、叱りしろ、と聞こえる。あれは私たちの言葉ではない、と答えたそうだ。西丸氏は、さもありなん、と感じ言ったそうな。成仏できてない日本兵って多そうだよね。戦場になった南方の島では今でも血まみれの日本兵がタクシーを止めたりするらしいよ。そういや朝鮮戦争の時に、大空に浮かぶキリストの像の写真ってのが撮れたらしいね。アメリカ空軍の戦闘機パイロットが撮影したものらしい。雲がキリストのような形をしてるんだよね。この写真を撮影した部隊からは、最後まで戦死者が出なかったとか。ちょっとできすぎだけど。船玉信仰の話だけど、木をくり抜いて作った船型の中に、船玉をかたどった紙の人形と供物を詰めて密封し船室に祀るんだとか。現在でも一般的な慣習らしいよ。そういえば海上自衛隊の護衛艦を見学した時に祀られてたような気がする。近代的な護衛艦の中で神棚を見つけて、おやっと不思議に思った記憶がある。もっとよく見ておくんだったな。マニア向けに軍装品を売ってるお店があるでしょ。あそこはいろいろ出るらしいよ。だって人殺しに使われた道具が置かれてるんだもんね。中には戦死者が着てた軍服や死体袋、敵兵の脳天を叩き割るのに使われた折りたたみスコップまでもが売られてるんだもんな。昔ところジョージが軍用ベッドで寝てたら出たことがあるらしい。具体的な場所は忘れたけど、東京のどっかの高速道路の支柱に奇妙なシミが現れて、空襲で亡くなった親子の霊では、と騒がれたことがあった。言われてみると、シミは代償二つあり、親子に見えなくもない。ただのシミだろうけど、もしかしたらと思わせる歴史的背景があるのが泣かせるよね。戦時中の話。夜家で寝てると、枕元に出征した息子が立ち、もう戻ってこられない、という。よく見ると軍服はびしょ濡れ。後日夢を見たその時間に、息子が輸送船ごと撃沈されて戦死したと知らされるというオチ。よくある話だけどやっぱ悲しいね。どれも切ないようなほろ苦いような気分にさせられるね。ちょっと調べてみたら幽霊騒動が結構あるね。1962年12月、福岡県の築地基地にて幽霊騒ぎ。視察に訪れた監査官も幽霊を目撃したので、急遽慰霊祭が行われた。1963年8月、埼玉県の入間基地にて幽霊騒ぎ。舞台は戦時中は死体安置所、朝鮮戦争の時は米兵の病院だった場所。1971年6月、立川の米軍基地にて火の玉騒ぎ。同基地には、朝鮮戦争ベトナム戦争時に戦死者の死体が運び込まれていた。1972年10月、福
岡の駐屯地で武士の幽霊騒ぎ。ここ読んだら南方で戦死したおじいちゃんが心配になった。成仏せずに彷徨ってたらと思うと身内としてはやりきれんよ。でもそこは未だに治安が悪くて行きたくても行けない。あそこにまだじいちゃんの骨が埋まってるのに。おじいちゃんの魂が安らかであることを願います。グアムとかサイパンとか南のリゾートに遊びに行った若者たちにくっついて帰ってくるとも聞いたな。自覚がなくても数十人の霊を引率して帰ってくる強者もいるとか。今でも日本軍が逆上陸した海岸でお札を流すと誰かが引っ張るようにすぐに水中に引っ込んでしまうとか。友達の家ではお盆前後に沖縄戦線で亡くなったおじいちゃんが帰ってくるそうな。帰ってくる時には廊下で革靴の音がして、台所ののれんがふわっと揺れるんだとか。その時にすだれをあげると、軍服を着て敬礼したおじいちゃんが立っている。おばあちゃんとお母さんにははっきり見えるんだそうだ。毎年その日には、おじいちゃんが好きだった料理を作るのがその子の家の習わしになっているらしい。気味悪くない?って聞いたら、だっておじいちゃんだよ。自分の家に帰ってくるの当たり前なんじゃないの?って不思議そうな顔で聞き返されてしまった。ちなみにおじいちゃんの滞在期間はだいたい 4、5 日前後で、その間はあちこちから靴音がするらしい。帰る時にもやっぱり靴の音がして、廊下の途中でしばらくその音が止まるんだって。友達は、名残惜しいのかなーって言ってた。じいちゃんに戦争中の話聞こうとしたら、じいちゃんは体弱かったから徴兵審査で引っかかって戦争行ってないって。そんな弱い体で5人も子供作ったのか。太平洋戦争の南方戦線での話。部隊からはぐれ道に迷った兵士がジャングルをさまよってると、懐かしい声が聞こえてきた。耳を澄ませると、亡くなった祖父母や親族の声ではないか。喜んで声の方向を目指すと、果たして彼らの姿が見えてきた。なぜかジャングルの中なのに、一角だけ日本家屋の部屋のようになっている。そしてそこで車座になって懐かしい面々が団らんしているのだ。俺も仲間に入れてくれ、と兵士は喜んで言った。すると、彼らは話をピタリとやめて、こちらを怪訝な表情を向けた。そして、お前がここに来るのはまだ早い。戻れ、という。兵士が、嫌だ。俺もそこに行く、と一歩踏み出すと、祖父が、ダメだ。帰れ、と一喝。そして彼らの姿はジャングルの闇の中に消えたのだった。これ本に載ってた元兵士の話。あの時団らんに加わってたら今頃どうなってたんでしょうね、と言ってたよ。とある自衛隊駐屯地の話。駐屯地の一角から、夜中になるとドイツ語やロシア語が聞こえてくるんだって。そこは日露戦争、第一次世界大戦時の捕虜収容所があった場所だったらしい。異国の地で命を落とした捕虜の無念さが今も残っているんだろうか。イギリスの空軍基地にはその手の話が多いという。被弾したスピットファイアーが基地に着陸。しかし操縦士は基地に到着する1時間以上も前に戦死していたとか、夜中に爆撃機が起動する音が聞こえるが、その姿は見えないとか、爆撃に向かった爆撃機の1機が迎撃に遭い味方編隊から脱落、もうダメだと諦めた時に味方機から無線が入り、その声に励まされて基地に起動するが、実はその無線の元となった味方機はとっくの昔に撃墜されていた、とかね。どこで読んだのか、あるいは人に聞いたのかは覚えてないし、実は家伝説かもわからないんだけど、とある部隊が敵に囲まれてあわや皆殺しという時に、その部隊の隊長が、
はじめに自分の首を切ってくれ。そうしたら自分は首を抱えて並んだ隊員の前を走ってみせるから、自分が走った距離までの隊員は助けてくれ、と言って、実際に首を切られ、本当に走った。首のない隊長は、部隊員全員が助かる位置まで走って倒れたという。人間って本当に首がなくても走れるの、本当ならすごいな。俺が読んだ水木しげるの戦中の塗り壁の話は少し違う。夜中にジャングルの中をさまよっていた時、突然前に進めなくなってしまった。手を前に出しても何をやってみても、どうにも前に進めない。正体不明の壁のようなものが立ち塞がっているようなのだ。仕方ないのでその場で寝ることにした。次の日起きてみると、目の前は切り立った崖。もしあの時あのまま進んでいたら、って話だったような。塗り壁っていいやつだよね。基本塗り壁しか言わないけど。もう20年くらい前の話。ある夏の夕暮れ。夕食の準備ができたので、さあ食べようかと家族全員で食卓を囲んだ。ふと私の正面に見える食器棚のあたりから、強烈な視線を感じる。上目遣いに目をやると、そこには赤ちゃんを抱いたモンペ姿の若い女の人が立っていた。他の家族は誰も気がつかない。私が見ていることに気がつくと、彼女はすっと消えてしまった。気のせいと思って食事をしていたら、また視線を感じる。そして同じように彼女は消えてしまう。その晩のうちにそれを何度か繰り返した。当時住んでいた家での出来事。毎年出てくるとかいう例ではなく、その晩だけ。やはり大空襲があった町です。戦後何十年経っても子供を連れてさまよい歩く彼女を見て、怖いというより不憫だった。私の祖母の兄は東南アジアで戦死しているので、祖母は戦死の知らせと共に送られてきた、兄のものだという髪の毛3本を今でも大切に持っています。広島の爆心地近くの街灯の時計の話で、それまで故障知らずだったのに、10日前日に止まってしまったんだって。で、その止まった時刻が原爆投下の時刻と同じだったとか。まあ偶然だろうけどちょっと怖い話だ。オカルト話じゃないんだけどね。戦争で死んだおじいちゃんのお墓に毎年お盆とかお彼岸とかに拝みに行ってたんだ。私は子供だったし、別に何の考えもなく、この下には当然おじいちゃんの骨があるのだと思ってた。でも先日祖母が亡くなって、そのお骨を納めるためにお墓を開けてびっくりした。そこには骨も何もなかった。空っぽだった。そこで初めて父に、このお墓に入っていたのは祖父の服の切れ端や、生前送ってきた手紙などの遺品だけだったと聞いた。爆撃で体が粉々になってしまって、遺骨も残らなかったかららしい。その遺品すら長い年月のうちにすっかり風化して、見えなくなっていた。でもその遺品しか入ってないお墓を、おばあちゃんは再婚もしないでずっと大事に大事にしてきたんだと思ったら、涙が止まらなくなった。おじいちゃんとおばあちゃんがいたおかげで私が生まれることができたんだなってあの時ほど強く実感したことはなかった。私もこのお墓を大事にしていきたいと心底思ったよ。泣かすなよ。ライフル銃の弾が腹に当たって死んだ私のおじの葬式の時のこと。骨壺を前に遺族が集まり坊さんがお経を読んでいると、いきなり骨壺の中から、バンという乾いた銃声のような爆発音が聞こえ、一同肝を潰したそうだ。その後骨壺を調べたが、特に変なところはなかったと。戦後進駐してきた GHQ が平野正門のたたりにあったって話は有名だね。
モータープールを作ろうとして首塚を壊そうとしたらブルドーザーが横転したり、関係者に事故や病気がついて回ったりと、怪異が続いたんだとか。同様の話は羽田の鳥居にもあったな。滑走路を拡張しようとして鳥居を壊そうとしたら、やっぱり怪異が続発。アメリカ軍の戦闘機が金色に光る狐に追跡されたとかなんとか。これらの怪異については偶然や合理的な解釈も可能らしいけど、オカルト話としては面白いね。戦争といえば、第二次世界大戦でヨーロッパで戦死した人たちを集団埋葬して、その後死体調査のためにもう一回掘り起こしたら、棺桶の内側に引っかいたようなかじったような跡があったらしい。結構有名な話かな。仮想の習慣のないヨーロッパだと、生きたまま埋められるというのはお約束のお話なんだよ。だから戦争に限らず割と有名な話だと思う。でも実際に生きたまま埋められるなんてことは昔でも滅多に起こらないことだとか。ところが戦争中は別だったみたいだね。なんせ次から次へと死んじゃうから。いちいちチェックしてる余裕もない。だから仮死状態で埋められた兵士も相当数いたんじゃないかとも言われてる。生きたまま棺桶で思い出したけど、人間魚雷回転ってあったでしょ。特攻用の小型潜水艦だけどさ、あれって作動不良も多く出撃しても当たる前に沈んじゃうことも少なくなかったんだって。その場合は海底で酸欠で死ぬのを待つだけ。なんか似たようなシチュエーションだよね。回転の乗組員は故障の時苦しまないようにと一人ずつ生産仮を持たされていたとか。回転って出撃する時ハッチを溶接したんだよね。回転はよく特殊潜航艇と混同されるけど、93式酸素魚雷におざなりの操縦席を設置しただけという非常に簡素なもの。事故が多く、ハッチを溶接したりしたが全てではない。確かに作動不良も少なくないがもともと魚雷だから。生産仮は一部の特殊潜航艇の乗員に配られたもの。真珠湾攻撃の時、5隻の潜航艇が参加している。61ミリ魚雷を2本積んだだけの簡単なもの。これは1隻も戻らなかった。モーターボートの特攻兵器もある。船体全部に1トン爆薬を積んだ信用という。しかし戦火はほとんどなかった。もともと九州に接近する敵艦隊に対するものだったこともあるが、ソナーがあるとはいえ海の中を行く回転と、堂々と海上を行き、ともすれば機銃でも対応できるモーターボートではおのずとどっちが有利かわかると思います。飛行機もえぐいのがある。特攻機剣、飛び立つと車輪が取れる。車輪がないから降りられない。取れた車輪は次の剣に取り付けられ、また飛び立つと車輪が取れ、また次の剣に。といった具合。その他の有名どころは、ロケット特攻機の桜花かな。ちなみに特攻用ボートの信用ってベニヤ製だったんだってね。戦後は遊園地や公園のボートになったとか。なんか皮肉だな。剣はさすがにあれだと思ったのか、機体を審査した人が OK を出さず、結局実戦には使用されませんでした。剣ってテストパイロットはダメだと言ったけど、軍部は了承していたはず。ただ実戦配備が間に合わず、数少ない完成機も戦後にアメリカに渡ったはず。確かその時3機運ばれたが、なぜか2機が行方不明になったと聞いた。確か満州あたりで鉄条網かなんかを爆破するために火薬を運んでた3人組が、手違いで鉄条網と一緒に爆死したらしい。で政府はそれを、お国のための特攻として報道して、肉弾三勇士とかいう名前をつけて銅像まで作ったらしい。爆弾三勇士な。俺の読んだ漫画日本の歴史では、お前たちあの鉄条網を突破しろ、
わかりました。ってな感じで、納得づくのような印象を受けたけど、あれ事故なのか。この話が伝わって、日本では映画や歌などちょっとした三遊士ブームが起こったらしいね。戦死した人で盛り上がるなんてと思っちゃうけど、今と価値観が違うんだね。今となっては真相はわからないよ。この手の戦争美談は当時からある程度の創作性があることは民衆だって承知してた。だから口の悪い民衆は、あれは本当は誤爆だったんだと噂し合ったんだよ。でも誤爆の件は事実のような気もしないでもない。これって日中戦争初期の話でしょ。特攻が当たり前の美徳になったのはもっと後になってからでしょ。当たり前じゃないからこそ目新しくて話題になったのかもな。帝都物語であったんだけど、第二次大戦末期に日本の密教家とかに、チャーチルとルーズベルトを受殺させようとしたってあれ本当？効果のほどはともかく、受葬を行わせたのは結構有名だよ。現行の時も似たようなことやったよ。そういやアメリカの大統領にはゼロの呪いっていうのがあるんだよな。末尾がゼロの年に選出された大統領は、必ず在職中に死んでしまう。例外となったのが1980年選出のレーガン大統領。でもレーガンも1981年に銃撃を受けて危うい目に遭っている。有名な話だね。胸を撃たれたけれど急所は外れてて、意識を取り戻した後レーガンがインタビューで、うまく避けたつもりなんだがな、と冗談を言ったというやつね。権力者なんて常に呪われまくってるようなもんじゃないか？確かに。その呪いを跳ね返せるぐらいのパワーを持ってないと権力者になんてなれないのかもね。アメリカ軍が冷戦中に超能力実験をしてたことは有名だね。ソビエトの原子力潜水艦の位置を調べさせてたらしい。湾岸戦争の時なんか人質の場所を演示させたって話だ。結構な正解率だったらしく、勲章もらった超能力者もいたらしい。まあかなり眉唾な話だけど、アメリカ軍が超能力実験をしてたのは事実みたいだよ。何かの雑誌で読んだけど、前にどこかの山の中で墜落機の残骸と、人のものと思われる骨が発見される事件があった。後の調べで、墜落機は旧日本軍爆撃機銀河だということがわかった。しかし遺骨の方は、人間のものではない可能性があると発表された。骨を研究した先生が言うには、これがもし人骨ならば、その身長は150センチ以下、140センチ以上であり。頭部に至っては、我々人間のおよそ倍ぐらいの大きさを持つ。当然のことだが、そんな人間はこの世にはいない。じゃあ一体誰が乗っていたんだろうって話なんだけどね。それは初耳だな。骸骨は熱で変形したりしないよね。その情報だとどうしてもあの宇宙人を想像してしまう。でも宇宙人と日本軍って似合わないよね。戦争のオカルト話か、古代に話を持っていってもたくさんあるよ。セウェルステイだったかな。蛮族と戦っていたら相手方よりもっと奇怪な格好をした謎の一軍が突然出現。敵味方両軍大混乱。なんとか先にローマ軍が立ち直ったので、壊滅を免れて方法の体で退却。なるほど、戦争に古いも新しいもないのか。なら、義経が頼朝の追手を逃れようと船を出したら、嵐に巻き込まれた上に平家の亡霊が手に柄杓を持って水を入れてきて沈没しちゃったってのもあるね。頼朝の落馬も平家の怨霊の仕業ではという話も。みんなモンスの天使の話は知ってる。第一次大戦の時に、包囲殲滅されそうになった英国だったかの軍隊の前に、
いきなり空から天使や十字軍兵士がやってきたって話、映画フェアリーテイルにも出てきてたよ。知ってる。戦場に天使が現れたことは聞いたことがあるよ。でも具体的な名前は知らなかったな。モンスの天使って言うんだ。地名っすね。実質的には集団幻覚だったみたいだけど。八甲田さん関係の怪談も多いよね。新耳袋に紹介されてたやつが怖かったな。車を止めてたら日本兵にぐるりと囲まれたとか、ウィンドウいっぱいに手のひらがベタッとついたとか、冬の八甲田山でテントを張ったら、夜に誰かが外を歩き回ってる。誰だろうと外を見ても、闇が広がってるだけ。おかしいなと首をかしげてると、大人数の集団が雪をザクザクと踏みしめてやってきた。朝起きて外を見ると、一面足跡だらけだったって話とか。冬山ってそれでなくても階段が多いからね。よく登山する気になるよ。新耳袋の話ようやくでいいなら紹介しとくよ。大学生4人が八甲田山をドライブした。そしたら調子の良かったエンジンが突然にエンストを起こしてしまう。首をかしげてると、靴音とともに、大勢の男たちが闇の中から現れた。全身黒ずくめで帽子をかぶってるようで、顔だけしか見えない。大学生4人はアクセルを何度も踏み込んでやっと脱出できた。ようやく下宿にたどり着いて、4人で震えていると、またしても足音が聞こえてきたではないか。その足音は下宿の扉の前で止まったかと思うと、ぬっと男の顔が通り抜けて現れた。男は6人。黒い軍服を着ている。で、4人を取り囲んで、わしはこの男の右腕が欲しい、俺は足が欲しい、わしは左手、と話し始めた。4人はあまりの恐怖にその場で気を失ってしまった。そして次の朝起きると、靴の跡が彼らを取り巻くように残っていた。という話。東海地方大地震の後に被災地で語られた噂話。地震のかなり前に、遠州地方のとある油屋に坊主が訪ねてきた。彼はザルを出して、油を一升入れろという。油がザルなんかに入れられるわけはないが、あんまり坊主がしつこいので油屋は言う通りにした。ところが、なんと油は一滴もこぼれない。驚く油屋に坊主は油代を払いながら言った。アメリカの物量の前に日本は危ない。しかしそのうち日本に大きな地震が起こるはずだ。それまで日本が持ちこたえれば大丈夫だ。その後で日本はきっと勝つ。不審に思った油屋が坊主の後をつけると、ある祠の前で転んでしまい。起き上がった時には坊主の姿は消えていた。というもの。確かに地震はあったが、結局日本は負けちゃったわけで、予言は見事外れたんですがね。戦中はいろんなデマが飛び交ったようだね。九段もそうでしょ。お金の穴から油を注ぐ人の話は知ってるけど、ザルに油の話は知らない。伊豆七島新島の旧海軍墓地も出るって話じゃん。夜になると、旧海軍墓地から軍艦マーチを演奏する音が聞こえてくるとか、誰もいないはずの海軍墓地に水兵がずらりと並んでいるのを見た人もいるらしい。戦争に絡んだ怪談は多いよ。この手の怪談ってある意味後世に語り継ぐべき話だよね。終わり。